ダビル病は古代イスラエルの王ダビデが埋葬されたとされる場所。これは12世紀以来の伝統によっている。歴史学者と考古学者の体制はこの地が実際にダビデの墓所とは考えていない。エルサレムのシオン山にあり、ベネディクト海の聖母非常天修道院に近い。かつてのシオン教会の後の1階に墓は位置していると考えられている。シオン教会は ローマ帝国後期のシナゴーグか東ローマ帝国の教会であったと考えられている。建物は現在ディアスポラやエイシーバ、すなわち在外宗教学校により管理されている。かつてはモスクであり、イスラエル建国によりシナゴーグに改造された。それ以来、イスラエル宗教省はここをイスラエルの主要な聖地へしようとし始めた。以来ユダヤ教の礼拝がここで行われ、 ユダヤ教のシンボルが付け加えられた。1948年から1967年の第三次中東戦争まで、ダビデ病はイスラエルで最も神聖なユダヤ教聖地だと考えられていた。ダビデ病はかつてキリスト教徒が改修の場としていた上の部屋であると伝統的にされてきた場を含んでいる。近年、この場でのキリスト教徒の礼拝者と ユダヤ教徒活動家の間で緊張が高まっている。1836スケッチバイフレデリック・キャザー・ウッド、マウント・シオン、エルサレム1878フォートバイ・フェリックス、ボン・フィルズ、トンボーでデビット・イセニクル、ジェロー・セロム1階の部屋の角にあるダビドの墓は、古代の礼拝書シオン教会の後に位置しており、2階は、伝統的に上の部屋だとみなされている。百三十二年に、 聖地におけるローマカトリック教会の公式な代理人であるフランシスコ会が彼らの本部を上の部屋に移した。これはサンマンドゥカートでスルタン・ラース・イル・ムハンマドから得たものである。1429年、マムルーク朝、スルタン・アシュラフ・バルスバー・イワビの1階をフランシスコ会より取り上げ、墓のある部屋をモスクとした。1年後に元に戻されたが、1524年に、 オスマン朝のスルタンスレーマンがフランシスコ海を病全体から追放するまで所有は頻繁に変わった。結果として成立した病はスーフィーのシェーフアフマド・ダジャーニとその公営に委託された。2012年17世紀のイスラーム朝の大樹が大量かつ完全に破壊された。犯人は不明。イスラエル考古学当局は当犯を再建しないことを決定した。 キング・デイビッツ・トゥーム・イン2006マウント・シオン・ディストリクト・イン1946テンプレートホーリー・サイツ・イン・ジュデイザムテンプレートセマテリス・イニエル・サレムありがとうございます